腹筋頑張ってもなかなかお腹が痩せない人、内ももの筋力が足りないかもしれないです。お腹の中にあるインナーマッスルはですね、内ももとつながっています。逆に内ももが全然細くならないよって方ですね、インナーマッスルだったり腹筋が足りない可能性があります。内ももを閉じながら腹筋をすると、効果を倍増します。なのでですね、今日はですね、1回でお腹痩せ、内もも痩せができるエクササイズを紹介したいと思います。マジで1回でかなり変わるので、内ももお腹周りメジャーで継続できる方はね、してからやってみてください。一緒に頑張っていきましょう。はい、まずはですね、座った状態から行っていきます。内ももをですね、軽く手をグーにしてトン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 とちょっとね、叩いて刺激を入れていきましょう。軽く叩いていきます。いきます、30秒です。軽くグーでトントンと、強くやりすぎないでくださいね。軽く内ももに、刺激を入れていきます。どうですか、皆さん。よいしょ、軽くですよ。あんま強くやりすぎないでくださいね。あざとか作らないように、気をつけてください。まあ、ちょっとね、今朝も軽く気持ちいいなとか思うぐらいで大丈夫です。でちょっとね、叩いてたけどすごい痛い方、すごいね、老廃物とか溜まってる可能性あります。 OK、 はい、次こっち行きます。30秒です。グーでトントントンとやっていきます。こういう時もね、しっかり呼吸をしてくださいね。動画の時に、特に厳しいことは一切言わないんですけど、呼吸だけは必ずしてください。呼吸しないとね、ほぐれるものもほぐれなかったりとか、例えばね、ちょっときつい、運動とかしてる時とかも呼吸しないとですね、よりきつくなっちゃうんですよ。もう本当、呼吸を止めてしまうのは何もいいことがないので、ね、しっかりね、私もこまめに言うとね、呼吸だけ本当にしっかりしてください。はい、OK。 はい、そしたらですね、足をですね、片足だけ伸ばします。でも片方は曲げる。で、骨盤を立てたらですね、前にグーッと垂れていきます。そしたらですね、この内もも内転筋すごい伸びる感じだと思います。いきますよ、30秒です。ふーっと呼吸吐きながら骨盤から曲がっていきます。ふーっと呼吸吐いて吐いて吐いてで、吸うよりふーっと吐く方が大事です。ふーっと入って、で、こう伸ばすときにですね、こういう感じでちょっと動いてあげましょう。ちょっとね、なんかこう反動をつけるような感じ。息吐きながら、そうです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 。ちょっとね、この辺伸びてる感じがあれば全然 OK ですよ。ふーっと吐いて、吐いて、吐いて。そうです、そうです、いいですね、皆さん。OK! はい、そしたらですね、次はこっち、横に行きます。つま先ね、当たるように頑張っていきましょう。いきます、30秒です。ふーっと。そうするとね、また内ももだったり裏もも伸びてる感じだと思います。呼吸吐いて吐いて、吸うより吐く方が大事ですからね。吐いて吐いて、頑張って頑張ってもう皆さん本当に素晴らしいですからね。もう体が硬いとか筋力が、ね、ないとか、ね、いろんなことあると思います。うまくできないとかいろいろあると思うんですけど、もう何度も言いますけど、もう本当にそれはね、伸びしろですから。皆さんもうできなかった分ね、細くなる、綺麗になる、健康になる、ね、伸びしろがあるということなので、ね、ポジティブに考えていってください。次はね、今こっちの手でやりました。次こっちの手を使ってグーッと親指めがけてね、伸ばしていきましょう。いきます、30秒です。でね、さっきのやつよりこっちの方がすごい難しいです。なので、この親指、ね、当たらなくても全然大丈夫です。当たらないのが当たり前だと思ってください。もうね、体が硬くても同じようにできないとか、私も硬いんですけど、筋力がなくてできないとか、うまくできないとか、いろいろあると思います。もうなんかもう途中で疲れてとか、いろいろあると思うんですけどね、できないのは本当に伸びしろですから、まだ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 健康になる、健康になるとかね、細くなるとか、もうね、あとまあまあまあ、これからね、よくなる伸びしろが本当にあるよっていうことなので、もうポジティブに考えてください。OK! はい、そしたら足をですね、次まっすぐやります。まっすぐやったら、この状態で前に倒れていきます。いきます。30秒です。ふーっと呼吸吐きながら倒れていく。そして骨盤から倒れる。で、ちょっとこういう感じで動かしながら前に倒れていきましょう。もうね、ていうか本当に本当に本当にこれも何度でも言いますけども、やってるだけ皆さんめマジで偉いですけどね、やるってめっちゃめんどくさいじゃないですか。私なんかたまにね、たまに言われるんですよ、友達とかに、なんかぐたらするって家でやってるんだよねって、マジでみたいな、家でやってるのみたいな、偉いですねみたいな私はもうなんかさあ、もう撮影しなきゃいけないって思わないと、本当に家でストレッチしようとかなかなか思わないので、本当に、ね、偉いですよ皆さん。はい、そしたら次こっちの足いきますよ。片足だけ伸ばしてこっち曲げます。そしたらですね、骨盤から倒れて前に倒れていきます。いきます、30秒でスタート。なんかさ、こういう例えばなんか動画とか見て、
ったりとか、まあ、なんかこういろいろあるじゃないですか、なんかダイエット法とか、まあ、知識あるけどなんかやるまでがめんどくさくないですか。もう私は圧倒的にそういうタイプで、本当になかなかやっぱ行動一歩踏み出すまでがすごい大変だなって思うから、もうなんかできないとか本当に三日坊主で終わっちゃうとかもそんなの全然いいと思います。もうやってるだけ本当に嫌です。もうなかなかねできない人の方が多いと思うので、もうやってる自分のことは本当に褒めてあげてください、皆さん。オッケー。はい、そしたら次こっち行きますよ。こっちが伸ばしてる方の手でつま先めがけて倒れていきます。いきます、30秒です。よいしょ、どうですかね、内ももよいしょ、裏もも伸びてる感じがあれば OK です。よいしょ、でもね、股関節周りが柔らかくなるっていうのはやっぱり足やすいお腹やすいね、ほんと腰痛とか反り腰とかいろんなことに本当にいいです、すごく。吸吐きながら、ふーっと頑張って頑張って、よいしょ、ちょっとね1ミリ遠く、そう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 、 OK。 はい、そしたら次はこっち逆側の手で親指目がけていきます。30秒です。あ、私多分こっちの硬いですね、ちょっと左右差あると思います。よいしょ、頑張って頑張って、よいしょ、ここすごいね伸びる感じあります、内転筋、内ももこの辺この辺いいですねよいしょ、あ、呼吸を吐いてくださいね息止めないで、ふーっと吐きながら、腕 OK。 はい、そしたら次は足をね前に伸ばします。前に伸ばしたらこのまま前に倒れていきましょう。いきます、30秒です。骨盤から倒れる、これはですね、裏もも伸びてたら OK です。なんかね、内ももって言ってたのに裏もも伸ばすのとか関係ないと思いますけども、隣にある部位をね、をしっかりほぐすとね、全然違いますから、もう体ってのはつながってるんですよね、本当に。まあなんか足の裏のツボを押してなんか目眼精疲労が、まあ、取れるみたいなまあそれよりはね、イメージしやすいじゃないですかね。いいです、 OK。 はい、そしたら次はね、足クロスさせます。クロスさせたらですね、この肘ぐーっと後ろ向きます。お腹をですね、ねじらせましょう。いきます、30秒です。ふーっと息吐いて目線後ろです。お腹周りねじれてたら OK。 ふーっと吐いて、でこの時余裕があったらですね、ふーっと息吐きながらお腹へこませましょう。ふーっと、で呼吸って本当に大事なんですよ、今日ね、インナーマッスルを鍛え、ね、鍛える話とか最初したんですけど、いや本当に呼吸をしっかりするだけで本当にインナーマッスルってめっちゃ鍛えられます。だから何なら一番鍛えられるんじゃないかなってぐらい、もう本当にしっかり、ね、正しく呼吸を引き入ることが日頃からできたら、もう普段わざわざストレスとかしなくてもお腹はもうどん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 へっこんでいきます。はい、次こっちいきますよ。クロスしてぐーっと、で後ろ向きます。30秒です。で吸うことよりも吐き切ることはイメージです。でなんかこうお腹ぐーっと吐くときにお腹ぐーっと早くこませる、もうこれはですね、なんかいつでもできると思います。もう電車乗ってるときでもいつでもできると思うので、もうまあこれ結構本当にいい、すごいめっちゃいいですよ、本当息をこう吐いてお腹を鍛えるっていうのはすごい本当に簡単なので、ぜひね、マスターしてほしいなと思います。最初はねちょっとなんか難しくて、だからよくわかんないなって私も最初は思ってました。なのでね、徐々にでいいって。 OK。 はい、そしたらですね、横になります。横になったらですね、上の足は下につって内ももの力を使ってかかと上に上げていきます。でこの時ですね、つま先こういう伸ばすんじゃなくてかかとグッとしましょう。いきます、30秒です。ちょっとねこれきついと思いますけど、しっかり呼吸しながら頑張りましょう。でこの時ですね、骨盤が結構床に当たって痛いという方いると思います。ベッドの上だったりとかね、柔らかいちょっと分厚めのヨガマットとかの上でやってあげてください。どうしても痛いよって方はね、クッションとか引いたりとかして工夫してみてください。うきつい頑張って頑張って、30秒できる人も全然大丈夫ですからね。内腿も意識して上に上げる、うきつい、3、2、1。はい、そしたらですね、もう片方の足やっていきます。体勢変えます。上の足からついて下の足を上げる、上半身は、ね、好きなポーズで大丈夫です。いきます、30秒です。かかとをふーっとして内もも上に上げていきます。内もも使ってる感じありますか。ちょっときついですよね、本当に。よいしょ、頑張って。でこの時に余裕があったらなんかぐーっと力入れながら息、呼吸を止めないで、辛くても呼吸を止めないで、
まあでもね、辛い時ってこけって止めちゃいがちですよね。それが最初本当にできなかったです。でもね、本当できるようになってなると一気に楽になるので、こういうのが徐々にね、頑張りましょうね。オッケー。はい、次はですね、ドローインゲームやっていきたいと思います。息を思いっきり鼻でも口でもどっちでも大丈夫です。吸い込みます。吸い込んだらお腹も膨れ上がると思います。呼吸してくださいね。で、口でふーっと息を吐き込んでお腹潰していく。で、吐き切ったらまた吸う、自分のタイミングで。で、この時ですね、内ももグッと閉じてください。内もも絶対閉じる。閉じながらこれやっていきましょう。ちょっと長めのほら1分間やりましょう。いきますよ、スタート。吸って吸って吸って、吸って、で、思いっきり吐く。へこませて、へこませて、へこませて、で、自分のタイミングで吸って、で、足閉じる。内ももの力使って閉じる。何秒かけて吸う、吐き切るとか特にないのに、苦しくなったら吸いましょう。お腹膨らまして、こませる、こませる。で、足閉じて、内もも吸って、で、さらに余裕がある人はね、お尻の上もギュッとします。OK です。はい、次はですね、膝立ても膝立てたら膝完全にくっつけてください。くっつけて内もももね、ぐっとちょっと力入れる。力入れた状態でお尻の穴締めて体を上げていきます。ヒップリフトですね。お腹にも力入れます。この時いいですか、内ももお尻の穴お腹全部力入れます。ちょっとね難しいと思いますけど、やっていきましょう。いきまーす。30秒です。よいしょ、よいしょ。で、呼吸止めないで内ももくっつけて、お尻のギューね、お腹も力入れる。で、全部ね力入れるって難しいですよね。できなくても大丈夫ですからね。なんとなく意識してください。とりあえず膝は開かない。で、息止めないで、息止め難しいですよね。できなくても全然大丈夫ですからね。それで、きつい人は休憩しながらやってください。OK。 はい、そしたらですね、手を頭の後ろに入れます。そしたらですね、肩甲骨を上げます。で、ちょっとお尻曲げたらね、手と足を交互にグッとつけてバイチクルクランチっていうね、やつをやっていきましょう。これ結構きついので、ね、全然10秒でも20秒でも大丈夫です。で、きつすぎてできないって人はこれ肩甲骨を上げるときついので、下げても大丈夫です。自分のね、体と相談してやってみてください。いきますよ、30秒です。以上、以上。で、足は伸ばす、伸ばす。きつい、頑張って頑張って。これ結構きつくないですか。よいしょ、よいしょ。足を交互に、うわ、きつい、頑張って、もうちょっとです。頑張って頑張って頑張って、息止めないで、もうちょっと。 OK。 あー、きつい。そしたらブランコ行っていきたいと思います。肘ついて、体を起こしますよ。そしたらですね、足をですね、完全に揃えて、内ももくっつけてください。内ももくっついた状態でこれキープします。で、この時ですね、ちょっと腰丸めます。腹筋をギュッとするようなイメージですね。腹筋をちょっと丸めて、こうギュッと、ここがギュッとするのが正解です。でもちょっとね、難しいと思うので、全然できなくても大丈夫です。身を見守りで、とにかく足は広げないでください。で、私が40秒あるんですけど、皆さん全然自分のね、好きな秒数でやっていきましょう。いきまーす。はい、スタート。40秒です。頑張りましょう。よいしょ。足は閉じてね。息止めない、息止めない。頑張って。で、今日の種目はですね、この辺で以上になります。まだまだやってないよって方ですね、おすすめのストレッチ、概要欄に貼っておくので、ぜひね、こちらやってみてください。うん、きつい。頑張って頑張って。で、なんか最近ね、サブチャンネルで結構ね、いろんなながらストレッチ紹介してます。もしよかったらそちらも登録してみてください。Twitter とか Instagram もやってるので、TikTok もやってます。もしよかったらね、そちらもフォローしてみてください。もうちょっとでーす。頑張って頑張って頑張って。あー、きつい。OK。
皆さんお疲れ様でした。今回の動画はこの辺で以上になります。だったら良かったよって方はですね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。